6mmBR はベンチレスト射撃のために作られたセンターファイア実縫である。6mm ベンチレストあるいは単に 6BR としても知られており、その性能からバーミントハンティングを行うハンターたちの間でも指示を集めてきている。よく似た戦法の基本的な派生が2つあり、それらは 6mmBR レミントン、6mm ノルマ、BR として知られている。 308.5バーンズの発表からすぐに、ワイルドキャットの作成者や実験形はこれをベースに、したそれぞれのワイルドキャット実報の開発を始めた。1963年まで、このバーンズ実報をベースとした複数の22と24口径の実報が存在していた。ベンチレスといてのコミュニティはこの新しい実報の精度と性能に注目し、 24キャリバー口径のものは、ベンチレスト射撃における普及とともに6ト、mm、ル、ベンチレストあるいは6トル、BR と呼ばれるようになった。この実法は、ワイルドキャットであって、何年もの間標準化されていなかったため複数の派生型が存在する。ライフルの薬質を別のものに変更すると、ケースのファイアフォーミングが必要であった。また、 ノルマとレミントンから派生した実縦も複数存在している 6mmBRX、6mm、mm、ダッシャー、6mmBRBS、6mm ブル。1978年、レミントンは 6mmBR 口径の 40X ライフルの製造をはじめ、このバージョンの実縦を 6mm ベンチレスト、レミントンと命名した。 1988年まではレミントンは、実報も製造していた。今でもレミントンは 6mmBR レミントンの 40X シリーズを供給し続けている。しかし、現在はレミントンのバージョンは時代遅れであると考えられている。1996年、スウェーデンのノルマは 6mmBR レミントンと寸法が似ている 6mm ノルマ BR を発表した。 ノルマの場合の薬室は VLD 弾頭を装着できるように長いスロートを取っている。現在使用されている 6mmBR 実縫ではこのバージョンが最も普及している派生である。6mmBR ノルマは S フトシズムの 300m 競技やその他の 300m 射撃訓練の競技射撃用のライフルに好んで使用されるようになっている。 6mmBR レミントン実砲は243の弾頭を装着できるように3 0 8 5バーンズの弾頭をネックダウンしたものである。3 0 8 5バーンズは308インチェスターのケース長を1.5インチに短縮したものをベースとしている。これは短く太くする設計概念に沿った初期の実砲の一つである。 短く太い実法は性能と精度をさらに向上させるという特徴がある。6mm ノルマ BR はノルマによって1996年に発表された。これは 6mmBR レミントンをベースとしているが、レミントンのものが7グレーンの弾頭を想定しているのに対して、ノルマは100グレーンを超える VLD 弾頭用に薬質の仕様を標準化したため、 長距離における実砲の性能を実現した。これによって、ノルマの実砲用のライフルでは薬室により長い、スロートが必要となった。ありがとうございます。